ウォールズの移動販売車ウォールズアイスクリームはユニリーバのアイスクリーム部門である。アジアでは中国、インド、インドネシア、ヨルダン、レバノン、マレーシア、パキスタン、カタール、サウジアラビア、シンガポール、タイ、アラブ首長国連邦、ベトナムをメインに販売展開を行っている。ヨーロッパにおいては現在、イギリスとモルドバのみで展開している。ウォールズアイスクリームリミテッドは、ユニリーバの一部門として存在しており、ユニリーバはこのブランドで、イギリスでのアイスクリーム事業を行っている。もともと、このブランドは、イギリスの精肉会社、トーマス・ウォール&サンリミテッドが、牡蠣のミートパンやソーセージの売上減少の埋め合わせのために1913年にアイスクリーム製造を検討したのが始まりである。しかし、第一次世界大戦のため参入できず、1920年、マック・フィッシャースが買収した。その後1922年には、リーバブラザースに買収され、同年には、ロンドンのアクトンでアイスクリーム工場の操業を始めた。アイスクリーム事業が大きくなった結果、ユニリーバは T ウォール&サンリミテッドと T ウォール&サンリミテッドの2つに会社を分け、1944年には食肉事業を売り払った。1959年、イングランドのグロスターに工場を開いた結果、ウォールズアイスクリームの生産量は倍になった。1981年、ユニリーバはT ウォール&サンリミテッドとバーズアイフーズリミテッドを合併してバーズアイウォール S リミテッドを設立した。製造設備について考慮した結果、グロスター工場はより大きくなっただけでなく、設備も更新された一方、アクトン工場は閉鎖となった。ありがとうございます。